私たちは2001年から今まで常に新しいことに挑戦しました。青少年に幸せと希望を与えるため休まず走ってきました。14年が経った現在、世界に180カ所の支部を設け、多くの青少年を未来のリーダーとして養成している IYF。 私たちの挑戦は多様な実を結んでいます。私たちは一人の人生を変えました。不幸な家庭環境と大学生活に失望し、お酒とタバコ、ゲームで日々を過ごした20歳のチョエヒョンホ。自分だけの世界に閉じこもり、目的もなくさまよっていた彼を変えたのはワールドキャンプでした。他人とのコミュニケーションを取る方法を教えてくれた2週間。11年が過ぎた現在、彼はインドの IYF ナガランドの支部長として、過去の自分のように夢をなくしさまよっているインドの青少年たちのために働いています。毎年韓国と海外各地で開催されるワールドキャンプは、今や世界最大規模の青少年の交流の場となりました。心の世界を教えるマインド講義、多彩な世界文化講演と様々な分野の知識を学ぶアカデミーは IYF の特別なプログラムであり、世界の青少年たちの生活に実質的な変化をもたらしてきました。去年プサンで開かれた第16回ワールド文化キャンプでは、53カ国から約3000人が参加して、ワールドキャンプの世界的な規模とそのレベルを見せました。昨年の1年間35カ国で開催された海外ワールドキャンプでは、 IYF 青少年教育プログラムについての各国政府の信頼を獲得しました。私たちはある家族に幸せを送りました。両親に心の扉を固く閉じ、ゲーム中毒になっていたテグ大学3年生のチェ・ホジンと妹のチェ・イェジン。彼らの心を開いたのはグッドニュース海外ボランティアでした。他人に心を閉ざすことがどれほど愚かだったかを、1年間のボランティア活動を通して知るようになったのです。海外ボランティアを終えて子供たちが帰国した日、私は奇跡を見ました。何十年もの間笑顔を失っていた子供たちが、明るい笑顔を浮かべて私に抱きつきました。前は子供たちの言葉に疎ましい心が感じられましたが、今は本当に私を愛してくれているのを感じています。私たちに幸せがやってきました。私たちは今まで国内にいる約5000人の大学生を80カ国に送りました。彼らは地球のあらゆる地域を回りながら、 IYF のモットーである挑戦、連合、交流をもって世界を明るく照らしました。ボランティア活動を終えて帰ってきたグッドニュースコ団員が開いたグッドニュースコフェスティバルは、彼らが準備した講演と様々なストーリーや、1年間派遣された国で得た愛と幸せ、感謝を伝えることで大勢の人に感動を与えます。私たちは一国の未来を変えました。世界の青少年問題を解決する方法は何でしょうか。私たちは世界の青少年問題を担当している青少年部大臣を招待し、共に悩み、お互い同じ目標に向かって努力することを約束しました。各国に帰った大臣は1年間その国の青少年のために働き、再び25カ国青少年部大臣らが韓国に集まりました。これが民間レベルでは初めて試みられた青少年部大臣フォーラムです。青少年問題を解決するために国際ネットワークが形成されたのです。またフォーラムに参加した大臣たちは、各国の青少年問題解決策としてIYF ワールド文化キャンプを採択し、心強いサポーターとなってくれました。また IYF を自国の政府に紹介することで、大統領、総理とつながり、
IYF が世界の青少年のために働きかけることのできる大きな踏み台となりました。世界を変えている私たち、それが国際青少年連合 IYF です。熾烈な競争と物質万能主義により疲れ病んでいた青少年たち、私たちは青少年のために彼らの潜在力と夢を育てることができる革新的な代案教育を提案します。中高等課程の国際学校11カ所にある高校生課程、フリースクールと音楽専門学校、そしてアフリカケニアの国際学校とアメリカニューヨークにある音楽大学を設立し、青少年教育を先導しています。毎年約2000人の学生が参加する英語スピーチ大会と心のコミュニケーションに重点を置いている IYF 英語キャンプは、青少年が世界を導いていくグローバルリーダーとして成長するのに寄与しています。 IYF は世界の青少年たちに自分の枠と限界を超える挑戦と心から始まる真の変化、民族と国を超える連合精神を吹き込むことで新しい未来を開いていきます。他人のために自分を犠牲にする美しい分かち合いとボランティアの心のある IYF、 これから私たちは皆さんと共に青少年が信じて歩んでいける土台となり、彼らが全世界にもっと高く羽ばたけるように励んでいきます。 IYF と共にする多くの青少年たちが世界を照らす星となります。